ちょっとね、続きを冷やかすワンプレー欲しいですね、中国って。鈴木選手、冷え気がするのは選手前だけになっちゃいますよ。そうなんですよ。もう、はい、そう。もう。選手以外でもちょっと冷え気がするものなんですよね。喧嘩に。ただ、あれですね、今日一番スタジアムに入ってきたのが、この鈴木でした。さすが。さすが先生。ですね、口すぐ来てましたね。それは国見高校魂でした。国見魂ですか。試合3時間前に絶対来い。コンビニズムですけど、はい、なるほど。ただね、今日試合前あの鳩が文句言ってましたので、もう少し休みたいというふうに言ってましたけども、永見さんから文句言えないみたいなことを言ってましたね。鳩がかなり言ってました。鳩はね、将棋ばっかりやってるんでね、外に出た方がいいんですよ。何の鳩、鳩は鳩は今プレステですね。これは本田さんのいいものじゃないの、鳩は。はい、今日の試合前にあの望月茂吉会長が鳩さんにね、鳩将棋打ってるって言ったら、すいません将棋は指してるんですって打ち込んできましたね。